借りるときは映画をするくせに。こちら、アチョワラジオ、アチラジオの時間です。はい、今日はね、ちょっと昔話でもしようかなと思って動画を撮っております。はい、疲れました。疲れ切っておるんですけど、まあ頑張ってね。今日ね、全然関係ないちょっと雑談から入らせてもらうんですけど。今日デリプロの稼働をね、初めの午前中だけ、一便だけ、やらしてもらって、ちょっと新人さんをね、教えたんですけど、その新人さんのこともちょっと喋ろうかなと思ったんですけど、やっぱりちょっと昔話でもしようかなと思って。なんでかわかんないです。俺、もう気分なんで、いつも。気分なんで、昔話をしようかなと思って、動画撮っているんですけど、まあいろんな方がね、やっぱ軽貨物をやってたらいるじゃないですか。軽貨物を始める方っていろんな方がいるんですけど、その昔ね、僕東京でずっとねやってたっていうのは、まあ皆さんも知ってるかなと思うんですけど、その時にまあいろいろそのまあ社長のまあ次みたいな、まあなんか社長のしもべみたいな感じでずっと働いてて、まあほんま奴隷みたいな感じでね、社長の奴隷みたいな感じで働いてたんですけど、まあなんだろう、立場的に言ったら多分そのマネージャーみたいな感じやったんですよね。その管理するみたいな感じの立場やって、まあ、ある程度その皆さんのお給料の方の管理とか、まあいろいろそのご相談、いるドライバーさんね、まあ相談とか受けて、まあもっと稼ぎたいみたいな方はね、このエリアを広げたりとか、いろいろその辞めるとかいう話も全部とりあえず僕に回ってくるよみたいな感じになってたんですよね。ほんでやっぱりね、お金のトラブルが一番、トラブルっていうか相談が一番多かったんですよ。まあ、軽貨物やられてる方って、なんだろう、わかんないです。今はね、わかんないですけど、僕がやってたね、その時って、すごい、お金がない方が多かったんですよ。今もそうかもしれないですけど、今はね、都心とか、まあ、都会、東京の方とかやったら、フードデリバリーとかあるんで、ある程度ね、じゃあやったらいいや、みたいに言えるんですけど、その時なんか、ま、ないですし、とりあえず、日銭を稼ぐみたいな方法がね、いまいちなくて、だから、なんだろうな、とりあえず今お金が欲しいみたいな、ガソリン代がないとか、代引きのお金がないとか、やっぱそういう方がね、やっぱ多かったんですよ。ほんまにお金がないみたいな。もう、メッシュは我慢できるんやけどみたいな。代引きのお釣りがないみたいな人もね、やっぱ多かったんで、そういうね、1万円貸してほしいだとか、まあ、そういう、まあ、少額って言ったらあれですけど、ほんま、5000円とか1万円とか貸してほしいみたいな、そういう、まあ、相談みたいなのをね、まあ、しょっちゅうあったんですよ。正直むちゃくちゃあって、んで、やっぱその中にはこう、ちゃんとね、言った通りに返してくれる方もいたら、全然返してくれない方もいるわけですよ。やっぱ世の中、そういう人もね、やっぱ多いわけですよ。もうね、返さへんみたいな。借りるときはもうすごいむっちゃいい顔して、もうどーんまにお願いします。どうしてもお金が必要なんですみたいな。もう土下座するぐらいの勢いで、すげえ下手に来るくせに、返してってこっちが言った時にはむっちゃ上から、いや、ちょっと待ってや、みたいな。もうちょい待ってくれてもいいや、みたいな。なんでほんとせかすみたいなね。言うてくるようなやつもいるんですよ。まあ、ほんでね、やっぱそんな中で、僕がやっぱいろいろ印象に残った人ってね、まあ、正直言わして、僕が悪いんですよ。トータルしたら明かして僕が悪いんですけど、まあ、そんな中でもね、印象に残った方って、やっぱ何人かいるんですけど、まあ、動画で僕多分昔何本か出してると思うんですけど、車とお金が返ってこなかったとかね、いろいろそういう動画を出してるんですけど、まあ、そんな中でも、今日はね、ちょっと、すげえ前置きがとてつもない長くなったんですけど、僕がすごい、ムカついたというか、揉めた方のお話なんですけど、その方は、僕が教えてたわけじゃないんですが、僕はその新人さんを教える係のドライバーさんがいたんですよね。僕はどっちかっていうとその、なんか管理してる側やったんで、新人さんを教えてたこともありますし、新人さんを教えるドライバーさんがいい日かったら僕が教えることもあったんですけど、基本的には僕はその教えるっていうことはあんまりその時はしてなかったんですけど、で、まあなんか、新人さんが入ってきて、で、新人さんがね、教えてやったんですけど、まあ、
どうやろ、まあ、何歳か分かんないですけど、多分見た目的に40半ばぐらいのおっちゃんやったんですけど、まあ、ちょっと気弱なね。すごいこう、気弱なおっちゃんやったんですけど、まあ、そのおっちゃんはね、そのおっちゃんともね、すごいこの、ちゃんと頑張ってやったんですよ。ちゃんとこの休みもなく、その収録とかで来てやって、で、朝からその最後の、1級からの、時間指定とかもちゃんと、行ってやったんですけど、まあ、やっぱりその、なんだろう、あんまり、その、センスと言ったらあれなんですけど、あんまりそのね、まあ、なかなか初めから稼げないじゃないですか。で、思うよりね、その、配れきれず、なかなかちょっと、売り上げ的にはね、上がってない方やったんですけど、で、その、まあ、入ってきゃって、で、まあ、売り上げなかなか配れなかったんですけど、それでも一生懸命やってやったんですけど、いかんせんね、お金をあんまり持ってやらなかったみたいなんですよね。まあ、言ったら悪いですけど、見た目で、ちょっと判断できないんですか？すごいこう、ボロボロな靴と言いますか。ボロボロな服と言いますか。まあ、なんかその、見た目でね、あ、ダメですよ。そんな言ったらダメかもしれないですけど、あ、見なりと言いますか。見た目で、やっぱり、あ、この、ちょっと、あんまり多分、ちょっとやばいだろうな、みたいな、方って、こう、ちょっと見たらわかるじゃないですか。そんな感じやったんですよね。もうすごいその、この、T シャツとかも、このシャツとか、肌着とかも、もうすごい破れてるんですよ。破れてる、すごいね、まあ、クールビズな感じで、涼しそうな、肌着とかを着られてて、いや、さすがにそれも捨てるやろ、みたいなね、やつとかも着てやるぐらい、あんまりまあ、ちょっとお金ないだろうな、みたいな感じやったんですけど、その人、奥さんもいて、子供もいる方やったんで、まあ、どうしても自分にお金をかけず、そういった子供とかにお金をかけてるんかなと思ってたんですけど、その方がね、入ってきて、多分1ヶ月経ったぐらいに、相談されて、八丸さん、ちょっといいですかみたいな感じで相談されて、で、僕とそんなに、その接点というか、僕があんまり教えたことがなかったんで、その新人さんを。だから、その直接、その、あんまり喋ったことなかったよ。んで、いきなり電話がかかってきて、電話は交換してるんですよ、絶対に。入ってきた新人さんは、絶対に僕の、絶対登録してもらうようになってるんで、絶対に僕の電話番号してやったんですけど、かかってきて、珍しいと思って出て。で、ちゃんと喋ったの、その電話が初ぐらいなんですけど、ほんでまあ、ちょっと相談あるんですけど、みたいに言われて、大抵、こういう電話の相談ってやめるか、お金貸してかどっちかなんですよ。全然僕と接点がない、方でいきなり電話がかかってきた相談があるって言われたら大抵どっちかなんで、あ、まあどっちかやろうなと思ったらお金を貸してほしいって言われて、あ、こっちかと、あ、こっちの B パターンかと思って、あ、わかりましたわかりましたって言ったらあれなんですけど、まあ一応なんでですかみたいな聞いたら、まあそのお金がないし、お金貸してほしいじゃない、前借りをさせてほしいって言われて、で、一応前借り制度もあるよみたいなね、そのなんかまあ面接の時とか、求人にもね、なんか書いてあるんですよ、社長が。勝手にね。勝手に言ったらあれですけど、社長がまあ、なんかそういう風に書いてあるんですよ。求人に前借り制度もあるみたいな、書いてあって、ほんでまあ、なんかこの会社って前借りできるんですよね、みたいに言われて、あ、まあ、そうですね、まあなんかできますね、つって、だからちょっと前借りを10万ぐらいさしてほしいって言われたんかな。で、あ、わかりました、みたいな。んで、その前借り制度っていうのは、その僕が勝手に決めないじゃないですか。んで、社長の全部その一存なんで、僕から社長に聞くんですよ。んで、まあ、一応なんか決まりみたいなのがあって、入って1ヶ月ぐらい、ちゃんとね、稼働したら、まあ、ある程度売り上げ立つじゃないですか。この、立った売り上げから、その、何パーとかね。まあ、まあ、30万とか、まあ、例えばね、売り上げが上がったら、まあ、そのうちの、まあ、行って10万とか、まあ5万とか、まあ40万ぐらい行ったら、売り上げ上がったらまあ10万ぐらいいいやろみたいな。それも全部、社長のさじ加減なんですよ。なんか きっちりとしたあれがないんですよ。何やったら、社長の気分なんですよ。めちゃくちゃ気分が悪い時やったら、売り上げ60万上げてる人でも、もう5万でもあかんみたいな。むっち気分悪い時やったらそんなんなんですよ。逆に、むっち気分いい時やったら、売り上げがね、30万ぐらいにしたらでも、ああ、もういいぞ、いいぞ、いいぞ、もう好きなだけ前ぐらい足したら、みたいな。そんな感じなんですよ。だからもうほんまに、
なんか気分なんですけど、あの人はね。あの人は気分やったんですけど、で、まあ、わかりました、つって僕が社長に直接聞くじゃないですか。で、まあ、社長に、あの、A さんが、あの、前借りさせてほしいみたいな言ってやるんですけど、みたいに聞いて、言って、じゃあ、その A は、その、先月どれぐらい売り上げ立ってるんや、みたいな言われて、で、もう、調べるじゃないですか。ほんじゃね、全然立ってないんですよ。売り上げが、ね、全然上がってなくて、あの、トータルで、あの、全部引かれる前ですよ。本物、あの、ロイヤリティとか全部引かれる前で、20万多分ね、なかったんですよ。その、1ヶ月働いてですよ。だから全然配れてなかったんですよね。んで、うわっと思って、ちょっと、多分ね、20万なくて、多分19万なんぼとかやったんですよ。んで、19万なんぼですね、みたいに言ってたら、もう社長もほんなんもう無理に決まってるやろ、みたいに言われて、ですよねーって言って、ですよねーって言って、わかりました、みたいな。それをまあ一応 A さんに伝えます、つって、A さんに電話して、ちょっと売り上げがあんまりにもちょっと立ってなくて、ちょっとこの売り上げじゃ社長もちょっと前借りきついって言われてるんで、もうちょっと売り上げ上がってからじゃないと無理ですね、みたいに言ったら、じゃあまあどうしても、お金が必要なんです、みたいな、その子供とね、その嫁もいるし、その家賃とかそういうのもあるし、で、どうしてもそのお金が足りひんって言われて、で、まあ、いろいろそういう相談を受けて、だからそうなった時の、最後の取り出と言いますかね。それがね、僕の個人マネーなんですよ。それでね、数々の失敗を繰り返してたんですよ。もう全然帰ってこなく、多分ね、トータル帰ってこうへんかった金額ってね、もう多分何十万って聞くんかな、っていうぐらいね、帰ってこない。買ったんですよね。その当時っていうのは。ただ、でも、なんだろう。僕も、もうむっちゃ人から金を借りまくってて、知ってる方もね、もしかしたら、俺動画でむっちゃ言ってるんで、あれかもしれないですけど、むちゃくちゃね、昔金がなくて、ほんまに金がなくてなくて、借金を返すために借金を借りる、借金するみたいなね。んで、した借金で、その借金を返して、で、まあ、手元に残ったお金もすぐ使い切って、また借金するみたいな、なんかもう、そんな、もう、クソみたいなやつやって、ほんまに、マジで金なくて。だから、すごいなんか、その、わかるんですよね。そのお金がないっていう気持ちもわかりますし。で、まあ、俺が経営貨物始めた、その日に俺も社長に多くて借りましたからね。面接の、面接の時に俺、お金も借りるぐらい、もう、クソ野郎な感じやって、もう、だから、借金を悪いと思ってへんぐらい、もうひたすらね、なんかもうお金を貸してって言いまくってたぐらい、もうどうしようもないやつやったんですけど、だから、その時があったんで、もうなんやろ、その苦しさがね、なんかね、わかるんですよね。やっぱりそのお金がないっていう苦しさと、借りたらあかんなってわかりつつ、でももう借りるしか生活できひんしなっていうので、僕もそういった時があったんでっていうので、やっぱそういう方の、助けにね、なってあげたいなって、その時結構思ってたんですよね。だからむっちゃこうお金をこう、できたらね、こう貸してあげたりとかしてたんですけど、で、その方にもやっぱそんないろいろまあ相談を受けて、で、まあ結構電話でこう喋ってて、で、まあちょっともう同情をしてね、ちょっとかわいそうやなみたいになって、同じまあ会社で働く、ドライバーさんですし、わ、わかりましたと。ほんのやったら、10万僕が個人的に、貸しますと。で、毎月ね、ちょっとずつでもいいんで、絶対に返してくださいね、みたいな言ったらもうね、もうすんげえね、すんげえ感謝をしてくれやるんですよ、その時。ほんまにいいんですかみたいな。ほんまにありがとうございます、みたいな。もうなんかもう、あなたは神ですね、ぐらいの、すごい、こう、なんかもう、褒めたたえてくれやるんです、その時は。その時はすっげー褒めたたいてくれやるんですよ。もう、いつもまあみんなそうなんですよ。借りる時はね、もうそんな感じなんですよ、みんな。もう、あなたは神ですかっていうぐらいの、なんかすごい、この、俺を輝いて見えるぐらいのね、感じね、すごいなんかもう感謝して、褒めたたいてくれやって。で、次の日ね、僕がその、A さんの営業所に行って、10万円入った封筒を渡して、また返してください、ちゃんと返してくださいねって言って、まあ、ほんまに口約束ですよね。渡して。ほんで、そっからね、また次の給料日の時に、A さんが、1万円をね、返してくれやったんですよ。でもね、僕は全然ね、その、1万円の、
いいんです。ほんまに1万円を、10ヶ月でもいいですし、それでそういうふうに返してくれやってもいいし、だから、その、返すという気持ちをね、僕は欲しかったんで、だからちゃんと、またそこから次の給料の1ヶ月後にちゃんと1万円返してくれやって、僕はすごいやっぱり A さんはちゃんとしてるなというか、いい人だなっていうか、まあ当たり前なんですけど、A さんはちゃんと返してくれる人やな、みたいなね、感じでいい気分やったんですよ。ほんで、そっから、ちょっとして、夜ね、僕は事務所にいて、事務作業をしてたら、その A さんから電話がかかってきたんですよ。ほんで、もう珍しいと思って。珍しいと思って、これはまたなんかあれ、あるなと思って。ほんで、ほんなね、多分ね、夜8時か9時かなんかそんなもんやったんで、そんな時間に電話かって絶対かけてきゃならないんで、これはなんかあるなと思って出たら、八村さんと、今大丈夫ですかみたいに言われて、あ、大丈夫ですよ、つって、ちょっとご相談というかお話があるんですけどって言われて、あ、これはまた、お金か、辞めるかどっちかやろうなと思ったら、ちょっとすいませんけど、できたら今から家に来てもらえないですかって言われて、え?家?と思って。そんなパターンある?と思って、なんで家ですか?みたいな。ちょっとその会社のことで、嫁が喋りたいことがあるって言ってやるんですけど、みたいな言われて、奥さんが?みたいな。でもそれ会社のことで、まあ喋りたいんやったら、僕ね、ちょうどその時事務所にいて、隣に、ね、社長がいたんですよ。ほんで、社長に、ちょっとすいませんと、A さんがなんか会社のことで、なんかまあ、喋りたいことがあるんで、ちょっと家に来てほしいって言ってあるんですけど、って言ったら、で、なんか奥さんが、話があるって言ってあるんですけど、って言ったら、じゃあめんどくさいで、80お前が行ってこいって言われて、だから、あ、そうですかと、わかりました、つって、僕奴隷やったんで、社長奴隷やったんで、わかりました、つって、じゃあ僕は、まあ、じゃあ行きます、つって、で、まあ、そっからね、まあ、8時か9時か、まあ、結構遅かったですよ、時間は。で、こっからその A さん家行って、まあ、アパート行ってね。で、まあ、入って、じゃあ、奥さんがね、こう、テーブルに座って待ってやって、で、まあ、始めましてみたいな感じで、こう、名刺渡してたりしてて。で、まあ、なんかね、愚痴という、なんか、ね、奥さんむっちゃ怒ってやるんですよ。とりあえずなんかもう入った時に、こう、すげえ不機嫌そうな顔をしやって、ああ、なんかむっちゃ怒ってやるな、みたいな。で、何のことで怒ってやんやろうなと思ってて、で、まあ、座るじゃないですか。座って、なんかこう、話を聞いてたら、どうやら、今ね、多分、その時に A さんがもう、2ヶ月半とか、まあ、3ヶ月近く、まあ、もう働いてくれてやった時なんですけど、で、どうやらね、その、給料が、安すぎるって言われて、で、給料明細を出してきゃったんですよ、その A さんの。で、ま、手取りで、その、ロイヤリティと、あと、車のリースもしやったんで、車のリースとかと、まあ、なんか何やかんや引かれて、多分ね、手取りが13万とかやったんですよ。確かね、この明細見たら13万か、そんなもんやって、で、あんまりにも安すぎませんみたいに言われて、奥さんがね、奥さんはむっちゃ気強いんですよ。A さんはむっちゃ、ね、気弱いというか、こう、ちょっとナイフなのしてやる感じなんですけど、奥さんがね、むっちゃ気強い人で、なんかね、どうなってるんですかみたいに言われて、どういう給料計算なんですかみたいに言われて、ちょっと安すぎませんみたいな。んで、旦那は収録で働いてて、朝ももう早いから行ってて、夜はね、帰ってくるの遅かったらもう10時、11時ぐらいまで帰、なんのに、この給料っておかしいないですかみたいに言われたんですよ。奥さんにね。で、給料明細を見せられながら。で、どういう給料計算をしているんですかみたいに言われたんですけど、いやいや、個数単価ですっていうふうに言ってて、で、個数単価って何なんですかみたいな話をしてきゃあるんです、奥さんがね。で、そっから僕はその個数単価について説明をするわけですよ。で、個数単価で、まあ、1個、ま、140円とかで、で、まあ、そっからね、その会社の、ロイヤリティとか、そっから何パーか、みたいにしてね、代引きとか、そのメール便はこんだけの金額で、みたいなね、そっから、なんかメモ帳みたいな書いて、こう出して、こういろいろこの給料で、こういう風に計算をして、んで A さんが配った数に対して、こんだけのお支払いをしてますみたいなね、言ってるんですよ。ほんでちゃんとその給料明細にね、その金額だけじゃなくて、その配った個数とかもね、書いてるんですよ。揉めるんで。なったんですよ。途中からね。そういう風になって、で、まあ、一回ね、それで何回か、いや、
何回かね、なんか僕むっちゃ怒られて、あのいろんなドライバーさんに、ほんまにこの給料合ってんのかみたいなね、むっちゃ言われたことがあって、だから、その、個数を乗せるようにしたんですよ。途中からね。あの、給料明細に、そのトラブルがあったんで、だから、その時も、A さんが配った個数も書いてあったんですよ。何個か忘れたりとか。んで、それにかける、その、ま、130円か140円かなんかしたら、その、ま、いろいろトータルしたらその金額になったんですよ、ちゃんとね。で、この金額になるでしょ、みたいな話してたら、それはおかしい、みたいな。それはなんかね、違法や、みたいに言われたんですよ。わけかわかんないでしょ。なんやねん、違法は。違法って。違法ってなんやねん、みたいな思って。え、何が違法なんですかみたいな。今の給料、その計算僕なんか間違ってましたみたいに言ったら、いや、そうじゃなくて、なんかその朝から、その、なんですか、まあ、10時とか、遅い時だったらま、10時ぐらいまでになるじゃないですか。あの、伝票整理とかしてたらね。だから、そうなってんのに、その、手取りが13万っていうのは違法や、みたいな感じで、だから、それは、あの、ちゃんと、なんか、その、出た分、その、なんかね、出た分をお支払いしてくださいみたいに言われたんですよ。出た分って何やねんと思って。で、なんかね、奥さんが言いたいことは、その時に俺何が言いたいかよくわからってなかったんですけど、よく考えると、その、なんか奥さんの言い分としては、その8時間を超えたら残業代が出るでしょみたいな感じを言われるんですよね。でも、個人事業主やん。個人事業主じゃないですか。だから、その、そういうのは、出ないですよ、みたいな。その、何時間じゃないんで、みたいな。だから、個数単価で、お支払いしてるんでって言ってるんですけど、奥さんは、それはおかしい、それは違法や、みたいな感じで、なんかね、ずっとなんか僕が怒られてて、あんたは何も分かってへん、みたいに言われて、なんかあんたは若いで何も分かってへんや、みたいなね。なんか最終的に僕を、侮辱するかのごとく。もう、なんか、そんな感じなんですよ。あんたは何も世の中のこと分かってへんぐらいのことをむっちゃ言われて、まあ、言われ慣れてたんでね。もうそんなのね。だからまあ別に、あ、そうですか、すいません、みたいな感じで言ってたんですけど、なんかだんだん腹立ってきて、まあ、でもね、なんか常識ないにそっちやんと思って、お前個人事業主のこと、お前もうちょっと勉強してから言えやと思いつつ、だんだん腹立ってきて、んで、旦那さんは、A さんはね、横でずっとこうやってなんか黙ってやるんですよ。奥さんがもうひたすらバーってブチ切れてて、俺に。でもなんか、A さんはずっとこうやってね、ずっと下見て、なんか、ずっとうなだれてやるんですけど、で、挙句の果てに奥さんが、もうやめます、みたいに終わったんですよ。奥さんがね。奥さんが働いてへんやんと思いつつ、で、やめます、みたいな。こんな変なとこで働けないです、みたいに終わって、なんかもう、とりあえず会社のことと俺の侮辱を散々言って、で、もうやめます、みたいに終わって、で、で、とりあえずね、横に A さんいたんで、A さんも辞めるんですかみたいに聞いたら、あ、はい、みたいな。あ、はい、みたいな感じで、もう結局奥さんの言いなりみたいな感じで、あ、はい、みたいな感じで、もうなんか辞めます、みたいな感じだったから、あ、もう、わかりました、って言って。もう、だから俺も、結局、もう、鬱陶しいし、もう、そんなやったらもう、混んでいいし、と思って、腹立つしね。こういう言い方したらあれやけど、A さん、全然まあ、給料聞いたらわかると思うんですけど、全然配られてなかったんで、確かに、ちょっとなぁ、まあまあでも最初はしゃあないなと思ってたんで、でも辞められてもそんなに痛手ではなかったんで、別にもう本来だったら辞めいいやと思ってたんで、正直ね、金いたら悪いですけど、ここまで言われてまで言ってほしくないわと思って、でまあわかりました、つって。ただ、僕、A さんにお金貸してるんですけど、みたいに言って、この時にね、言ったんですよ。A さんお金貸してるって言った時に、奥さんは知らんかったらしくて、え？みたいな。あんたお金借りてんの？会社に？みたいな言って、いえ、会社じゃなくて僕が個人的に貸してるんですよ。みたいな。A さんに、つってて。で、まあ、いくら借りてんの？つって、初め10万貸してたんやけど、1万返ってきたんで、まあ、残り9万円貸してるんで、もう9万円返してください。つってんで、もう散々ね、俺のこと、もうボロカス言われて、なんかあんたは常識がないとか、なんか世の中のことまだ若いんで何も分かってへんやみたいな。だからおかしいみたいな感じをずっとことを言っとったからね。そんなおかしいやつにお前金借りてるやんけみたいな思って。こんなんやったらもう金返してやって言ってて。でもなんかそんな9万円なんかいきなり言われてもないしみたいに言われて。まあまあそうやろうなと思って。まあまあまあそれはね。まあ確かにいきなり返してっつっても、まあ用意できる金額でもないやろうなと思ったんで。じゃあ分かりましたっつって。で、もう毎月、ちゃんと、返してくれたらいいっていう、もともとね、もともと A さんに毎月、
月1万円ずつでも返してくれたらいいっていう約束やったんで、じゃあちゃんと毎月その初めの約束通り1万円ずつ返してくださいねって言ったんですよ。まあ本時も別にそのなんか書いてもらったりはしなかったんですけど、まあ結局まあ口約束みたいなね感じでなっちゃったんですけど、もう分かったみたいな、奥さんも分かりましたみたいな、ほんでもちゃんと1万円給料なんかまあお金が入ったら事務所まで持っていくようにしますみたいに言われて、で分かりましたっつって、で結局その時にまあその日にもう終わったんですよ、 A さんをね。んでまあ後日またその書類とか辞めるね、書類とかいろいろ送ったりしてけど、結局まあその日でもう辞めることになったんですけど、で問題はね、そこからそのお金をまた次の月その2ヶ月後ぐらいに行ったんですよ。僕が A さんに電話しても今お金ないって言われるんで、2ヶ月後ぐらいに僕がね直接ね行ったんですよ。近くまで寄った時に A さん家に、んじゃあなんか奥さんが出てきあって、なんか今ないしみたいな、今1万円もないんですかつって、1万円もないみたいな感じで言われて、いやでも、この、何ヶ月か前に来た時に、まあ、毎月1万円返してくれるって言ったじゃないですかつったけど、でも今ないし、みたいな、なんか逆切れなんですよ。でもね、散々あの時ね、お前は常識ないんや、みたいなね、ことをね、俺に言うてきてね。ほんでね、なんかそのくせ、この約束した1万円も用意できずにね、なんかお前こそ常識ないやんけ、と思って、んで、なんかもうでもその玄関口やったんで、あんまり言い合いになっても、なんか、俺が、ね、なんか近所から見たら俺が攻めてるみたいになって、なんかちょっとめんどくさい感じやったんで、なんでね、そう思い出した。ほんで、出るとこ出てもいいでって言われたんですよ。はぁと思わないですか？そう。ちょっと戻りますけど話が。このアパートに喋ってる時に、あんたの会社はこのブラックっていうか、なんか悪徳業者みたいな感じで言われて、んで、出るとこ出てもいいでって言われたんですよ。その時にね。はぁって感じじゃないですか。いや、出てもいいけど、こっちも、みたいな。いや、全然出てください、みたいな感じじゃないですか。なんか、あんたとか、なんか、違法か、この、まあ、ブラックとか、その、悪徳、なんか、詐欺みたいな感じで言われたんですよ。この、俺らの会社が、この、宅配という、多分、システムがね、もう、詐欺や、みたいな感じで言われて、だから、もう、出るとこ出てもいいんや、みたいに言われて、だからね、もう、出ろやって話じゃやし、で、なんか、そっから俺の批判ばっかされて、ほんで、その2ヶ月後ぐらいに行ってお金1万円だけでも返してやつっても行っても、いや、今ないし、みたいな。いや、もう用意しとくって言ってたよ、みたいな。1万円ぐらい用意しときてよ、みたいな話やし。んで、また来て、みたいな感じで言って。で、また、次の月か2ヶ月後ぐらいもう一回行ったら、いや、ないし、みたいな。ちょっと、んでね、その時に、もう迷惑やし、こんといて、とか言いよったんですよ。なんか世間の目もあるし、みたいな感じで言って。はぁって感じじゃないですか。いやいや、お金を貸してって言ったんそっちやし、返すって言ったのそっちやから俺来てんねんみたいな。でもなんか向こうはなんか持っていくって言ってるやんみたいな事務所に。で、取り立てみたいなことやめてくれるみたいに言われたんですけど、いや、でももうね、それね、言ってからね、半年近く経ってるんですよ。返すわ、毎月返すわっていう、そんな話し合いからね、多分半年ぐらいも、多分時間がね、多分経ってたんですよ、俺ぐらいね。だから、これやのに、1万円すらね、事務所持ってきてへんし、いや、持ってきてないそっちですや、みたいな。だから俺、こうやって来てるんですけど、みたいに言ったんやけど、なんかその、世間の名もあるし、そういう取り立てみたいなことするんやったら、そうそう、その時に、もう一回なんか出るとこ出てもいいんやで、みたいなこと言いよって、はぁと思って。いや、出ろやって話やし。全然出ろや、みたいな。あんたが、約束破ったんや、みたいな感じで言ったら、なんかそんな証拠あんのみたいな感じで言って、なんかね、開き直るように、その嫁さんが。んでね、奥に、玄関の、その、見たらね、奥にね、A さんいるんやけど、A さんはまたね、こうやってね、うなだれてやる。もうこうやってね、なんか、うなだれ、でも A さんはね、いい人なんですよ。A さんマジでいい人なんですけど、奥さんがね、マジでね、もうクソ野郎みたいなやつで、ほんで結局なんか、まあ、喧嘩はしないですけど、なんかまた、じゃあまあ、ちょっと家になって、ほないとまた持ってきてくださいね、みたいな感じで言って、で、まあ結局その事務所にその一銭もね、持ってこず。で、またそっからしばらくして、なんかね、そっからちょっと忙しくて、もうなんか、ちょっと行くも家になって、まああんま行ってへんかったんやけど、なんかたまにね、ふっと思い出して、なんか腹立つし、もう一回行ったろ、みたいな、突したろ、みたいな思って、そっからまた半年経つか経ってへんぐらいに行ったら、もう引っ越してやってね。もうここから引っ越してやって、いい品買って、うわ、飛ばれてると思って。で、まあ、結局その A さんの奥さんとはね、もうそっから、
一切関わってないんですけど、飛ばれてね。飛ばれたんか、まあ、ただ単に引っ越されたんかわかんないですけど。で、まあ、結局9万円、帰ってこなかったんですけど、まあ、こんなことね、あるんですよ、しょっちゅう。しょっちゅうあったんですよ。もうトータルしたらね、何十万、100万ぐらいいってんちゃうかな、ちゅうぐらいね、帰ってこうへんお金がね、まあ、あるんですけど、ほんまにね、バカなんですけど、俺がね、結局ね。で、もね、まあ、わかるんすさ、その時はね、今やったら絶対貸さないです。今やったらね、もう 100% 貸さないです。100% 貸さないですけど、その時の、俺はね、なんかね、まあ、一人身っていうのもあったし、もともとむっちゃ借金あった状態から、一気に借金を、もう、こう、バーンって返せて、600万ぐらい返したんかな、トータル。もともとね、俺、言うたら300万ぐらい、このいろんな友達とか、いろんなところからね、合計ね、5本のトータルね、300万ぐらい多分借金あったんですけど、20ぐらいですよ、本的に300万ぐらいあって、んで、倍返したんですよ。600万近く返して、1年で。んで、その後って、言うたら、もう借金ないから、溜まっていくじゃないですか。でね、だからね、お金の感覚がね、ちょっと狂ってたっていうのも多分あるんですけど、だからまあ、それで、まあお金も、まだ、なんかその時はあったし、全然貸してたんですけど、だからね、それが悪かったんですね、結局ね。あいつはすぐ貸してくれるみたいな、あったんでしょうけど、まあでも、お金がなくてね、その苦しいっていうのがね、すごい、やっぱ分かったんで、僕もずっとそうやったんで。だからね、ほんまに借金を返すために俺はずっと借金をしてて、だからもうほんまにいろんなやつにもクソ野郎や、みたいな感じでね、お前はほんまに金に汚いな、とか、いろいろこう、いろんなやつにこう言われたりとか、こう、しばかれたりもしたこともありました、お金のことでね。だからそういう苦しさが分かったんで、そのお金のことを相談されたらね、まあその当時はね、別にお金を貸したことによって僕、別に家族もいなかったし、その困る人いなかったんで全然貸してあげれたんですけど、まあそれがね、悪かったんですけどね、やっぱそのお金のトラブルっていうのはむちゃくちゃありましたね。むちゃくちゃありました、ほんまにもう。きりないぐらいありましたね。こんなん今、一個今日言いましたけど、こんなんもうむちゃくちゃありますからね。ほんでもういろんな人間の、汚い部分っていうのをね、むっちゃ見ましたね。ほんまに、なんやろ、借りるときはね、むっちゃ感謝しょおるんですよ。ほんまにむちゃくちゃ感謝しょおるんですよ。もうこれでもかっちゅうぐらい、感謝しょおるんですけど、逆に返してってなったときに一気にコロって変わるんですよね、ほんま人間って。だからそういう姿をこう見ててね、俺もそうやったのかなって思って。いやでもね、俺は逆に、貸してっていう時もすごいお願いするんですけど、返してって来た時に、ほんまに返したいね、みたいな。俺も返したいんやけど、ちょっと待って、みたいなね。ほんまに金ないね、ほんまに返したいねって感じだったんですけどね。ほんまに金ない。で、ちょ待って、つっていろんな人から、金を借りて、で、金を集めて返して。じゃあまたその人らから金を返せってなって。で、またいろんなところから金を借りて、その人らに返してみたいな感じのことをずっと繰り返してたんで。だからまあ、そんな感じやったかな、俺も結局。だからね、まあ、自分に帰ってくるって言われるんですけど、自分に帰ってきてたんかなと、今思うとね、そんな感じで、まあ、その当時は、まあ、いっぱいそんなお金のまつわる話いっぱいあるんで、また、よかったら、聞いてください。また、気が向いたらいろいろ喋っていこうかなと思うんですけど、なんかいろいろそういうの思い出したらね、ちょっとへこむんね、たまに。俺ってマジでクズやったなって。マジで、クズの極みやったなってね。やっぱ、いろいろ思い返してきたらね、ひどかったなっていうのをちょっと思い返すんで、ちょっとまた、気が向いたら喋りたいなと思います。はい。もうこれじゃまた長くなっちゃうんで、もう今日は切りたいなと思うんですけど、もう他にもね、やっぱりそういういろんなエピソードあるんで、よかったらチャンネル登録してくださったら、また喋っていきたいなと思いますんで、ぜひぜひ。チャンネル登録と、よかったらね、よかったらグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。